女がどんなに疲れたり嫌なことがあっても癒される方法はただ一つ。それは、ね、イケメンを見ること。去年みんな転校生が来るの。男か女かまだわからないけど、きっとイケメンだよね。強く思えば願いは叶う。それではイケメン好きの女性のみんな、掛け声せーの、イケメン、イケメン、イケメン。かりんちゃん転校生だって。どの人だろう。わざわざ見に行かなくてもいつか見れるじゃん。早く見ないとイケメンのご利益がすり減っちゃうの。なんだそれ。どこだろう。木曜日に来るって言ってたけど。じゃあ今日水曜。いや今日朝ゴミ出ししたから今日木曜か。今日せっかくイケメンの転校生に会えると思ってセーラー服アイロンかけてきたのに。あの人か。え、転校生どの人。なんだ、どこ、どこかよ。あ、どこ。あのパーマかかってる人。あ、イケメンだ。カリンちゃん、今からチャイイケメンに告白してくる。はい、いってらっしゃい。絶対にチューするよね。